辞書にある言葉で出来上がった世界を憎んだ万華鏡の中で、なんや八月のある朝、君は僕の前で歯に噛んでは澄ましてミスター、この世界の教科書のような笑顔で、昨日までは序章の序章で飛ばし読みでいいから、こっからが僕だよ、経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って、未だかつてないスピードで君の元へダイブを、
った。あの、よく覚えてないっすよ、俺。ふざけんなよ、こら。奥寺、入りまーす。お疲れ様ー。失礼します。愛し方さえも君の匂いがした歩き方さえもその笑い声がしたいつか消えてなくなる君のすべてを透明に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない義務だと思うんだ。運命だとか未来とかって言葉がどう暮らしの三葉との入れ替わりは不定期で週に 2,3 度不意に訪れる。トリガーは眠ること、原因は不明。入れ替わっていた時の記憶は目覚めるとだんだん不鮮明になってしまう。それでも俺たちは確かに入れ替わっている。周囲の反応がそれを証明している。だから私たちはお互いの生活を守るためルールを決めた。入れ替わってしまっている時の注意点や守るべき禁止事項、それから入れ替わった日の出来事を携帯に残すこと、この謎現象をとにかくも乗り切るために協力し合うこと。それなのにあの男は君の前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君が全然下半身の視線、スカート注意、人生の基本でしょ。人の金を無駄遣いすんな。食べてるのは君の体、私だってバイトしてるし。組紐とかこれ無理だろう。あなたバイト入れすぎ。お前の無駄遣いのせいだろ。私たち超えれるかな、この先の未来、数えきれぬ困難を。言ったろ二人なら、笑って帰り道にきっとできるさ。今日は帰り道に奥寺先輩とお茶。君たちの仲は順調だよ。てめえ三葉、俺の人間関係変えるなよ。ちょっと滝くん、なんで女子に告白されてんの。お前、俺に人生預けた方がモテんじゃね。うぬぼれんといてよね、彼女のランクセン。お前だっていねえじゃねえか。私は、俺はいないんじゃなくて作んないの。